HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓からこんばんは、HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から HKT48 の森安窓かです。番組最初は窓かの窓からの窓かの車窓から。このコーナーでは私森安窓かがインスタグラムやツイッターでお話ししたことや日常感じたことなどを一人でお話ししていきます。それでは68回目となります。今日の話題はこちらです。豚骨ラーメン満開さん、イエーイ。おー、今日は久しぶりにラーメンのねお話をしようかなと思うんですよ。そう、ラーメン博多純系豚骨ラーメン満開というお店なんですけど、うんうん、福岡空港の中にさラーメン滑走路あるじゃないですか。あー、できましたね最近ね。そう、そこの中にお店入ってて、もともとこのお店は大阪のお店らしいんですけど、ちょっと博多じゃないんだ。ちょっと離れたところにね大阪のお店を博多で食べるっていう、そうなんですね、ちょっと不思議な、ね、ことしてしまったんですけれども、うん、でも本当に美味しくて、でも大阪にある博多豚骨ラーメンのお店なんですよ。へえ。で、すごく美味しくて、私は一番スタンダードな純豚って言ってから純粋の純にひらがなで豚って書いてるメニューを食べたんですけど、きくらげともやしとネギとチャーシューとあと半熟の煮卵みたいな、味付け卵みたいなのが載ってて、うん、であのね本当になんだろう、すごくコクがあって味がすごいしっかりしてるんだけど、すごく食べやすい。美味しそう。美味しいんですよ。で、他にも結構種類があって、うん、塩豚とかトマトンとか、他にもまたラーメンとかちょっと違ったなんとかそばみたいな、中華そばみたいな感じのメニューもあったりとか、いろいろしててですね、すごくいいんだと思ったのでぜひいろんな他のメニューも食べてみたいなと思いましたし、うん、なんかテーブルの上に高菜とかあるじゃないですか。からし高菜が置いてあったんですけど、結構いつも食べてるような福岡のからし高菜の味と全然違って、またなんかあ癖が強いみたいな。あ、そうなんだ。そう、結構癖強めの。それは大阪なのかな、なのかそのお店のやつなのか、ね、わかんないんですけど、だからねその高菜も高菜入れて食べると美味しいじゃないですか。美味しいね。そうでもそれはまたね新しい発見があって楽しかったですし、うん、あとねお店の中にめちゃめちゃでっかい釜があるんですよ。釜？そう、豚骨のさ、うんうんうん、出汁を取るための、うんうん、それがもう本当に結構今まで見たことないぐらい大きいかもね。ちょっとそれ見たいかも。それちょっと視覚的にもね楽しんでいただけると思うんで、魔女的なね要素がね、はい、ぜひねあの福岡に来た際はカマメインになってるやん途中から。釜を楽しんでくださいって。カマメインになっちゃった。釜をミニラーメンじゃないかい。釜を見にぜひ食べてみてください。以上、まどかのまどからのまどかの車窓からでした。ポロン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 、まどかの音色を響かせる FM まどか、まどかのまどから。改めましてこんばんは、滑舌絶好調森安まどかです、はい、HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから。ここで今週の週替わりメンバーをお呼びします。今週はこの方です。はい、声のボリュームにご注意を。 HKT48 の田島メルです。よろしくお願いします。いいですね、ちょっとお耳の恋人みたいな感じのテンションで。あなたの耳に今日もストライク。優しそうで優しくない。全然優しくない。いいじゃないですか。高速球で今日もお伝えしていきたいと思います。、はい、10回目の登場なんですよね。ねえ、結構やっぱ定期的にゲストとして来れてすごく嬉しいです。さすが、去年の夏ぶりですかね。7月以来。7月以来。2019年初窓からということで。ね、いやだ、もう嬉しい。いや、ちょっとね、先週エミリーだったんで。確かに。やっぱそうですよね。もうテンションの差にもご注意くださいって感じですね、本当に。同じ番組かちょっと疑っちゃう。そうです。夜なのにこんな元気って感じで。9時ですがね。いや、元気にね、お送りしていきましょう。明日の元気与えられるように。明日のことまで考えてくる。そうそう、明日のことまで。優しい番組だな、はい。まず渡辺さんではハイディさんからメッセージいただいてるので紹介していきます。はい、ありがとうございます。まどかちゃん、メルちゃん、こんばんは。こんばんは。そしてメルちゃん、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。19歳になりました。2018年のメルちゃんは世界選抜総選挙で自己最高位の26位になったり、はい、大人のカフェさんとの、コント劇をしたり、本好きが高じて小説丸さんで連載が始まったり、ね、充実した1年だったと思います。ありがたい。
そして年始のカウントダウン TV 年越しライブで早送りカレンダーを歌っている姿を見て、メルちゃんも大人になったなと実感してうるうるしちゃいました。わ、ね、かる、私もそう、ね、今年は握手会には行かないと決めたので会いに行けませんが、SNS だったりライブや劇場公演を見に行ったりでメルちゃんの応援は続けます。よろしく、最後に19歳の目標など何かありますか、うん、教えてください。ラストティーンを楽しんでくださいと、はい、ありがとうございます。もう私がラストティーンになったってさ、いやもう信じられない。まどちゃんもうおばさんみたいな気持ちになっちゃわない？ねもう本当なるよ。ねだって13とかさ、すっごい若い頃から知ってるじゃないですか。本当にあの赤ちゃんみたいなねえ親戚のおばみたいなね。ほんともうこんな大きくなってみたいな気持ち。お互い年を取りましたね。ねえだってあと1年後には20歳になるんでね。ん？来年の成人式ってこと？そう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 。恐ろしい。振り袖写真送るから。送りつけて、うん。送りつけるから。なってるよ。うん。いやいや、去年はね、本当にここにも書いてくれてますけど、ね、昨年の1年はどうでしたか？いや、でも本当に世界選抜総選挙で自己最高位の26位になれたことは、私の中でもすごい、今までの HKT の人生の中でも大きかった出来事だなと思って、うんまあ、それから結構、いい感じにね、大人のカフェさんとコント劇できたり、うんうん、連載始まったりとね、嬉しい報告ができてて、うんうん、すごい皆さんと一緒に喜べたし、一歩前進できた一年だったんじゃないかなって思います、うん、素敵。カウントダウン TV もね、いい仕事始めでしたよね。本当に素敵な、なんかそんな時間にうちらみんな出れるようになったんだなって、ね、そう、今まで収録だったもんね、今までだったら HKT 出れる子3人とかしかいなかったよ多分。かないつの間にか ね、出れるようになって。じゃあ今年の目標何かありますかって。今年の目標、まあ、総選挙が開催されたら、うん、選抜入りを目指して頑張りたいなと思っていますし、うん、もうさしこちゃんが卒業するということでね、そうですよ、 HKT にとっても大きい出来事があるので、まあ、HKT48 の引っ張って顔になれるような、ね、うん、人になれるようにみんなと一緒に頑張って いける一年にしたいなと思います。素敵、もういいんじゃないですか、終わってここでここで、もうここで ありがとうございました。今日のゲストは私まみれでした。ありがとうございました。失礼いたします。始まったばかりですね。はい、2通目読んでいきたいと思います。渡辺さん、ネーム松千代さんです。松千代さん、博多さんのフレッシュメンバーコンサート9日の公演に行きました。メンバーそれぞれのセンターによるメドレーなど、うん、フレッシュメンバーの勢いを感じさせてくれるコンサートでした、はい、ですがやはり私にとっての一番の盛り上がりは R24 のステージでした。嬉しいよ。寸劇にメルちゃんミオちゃんが出演しただけでもこの日に来てよかったと思ったのに、2期生による新ユニットのお披露目に立ち会えたなんて最高でした。いや本当に、ね、今後の R24 の活動本当に期待していますね。ありがとうございます。あと絶対防衛少女2019の福岡公演決定おめでとうございます。ありがとうございます。私は東京まで見に行くことできなかったので、うんうん、ものすごく楽しみです。そんな福岡公演で初めて今回のコント劇を見る人に向けて、こんなところに注目したらより楽しめるといういうようなメルちゃんからのアドバイスありますか？とりあえず R24 の、そうそう、そうみっくりすごい。これどうやって立ち上げたんですか？これはですね、多分私とミオがもともと F24 として活動させていただいていて、うんうん、今回はもう博多座から後輩だけでのステージということで、ね、F24 をまあ卒業するという形になってで、メルミオね、そう、それでメルミオじゃあ次はどうするんだっていうことで、うんうん、じゃあ同期でユニットを結成してみましょうというという流れだったんだ。流れて、そうですね、 なので R にもいろんな意味があって、まあ、フレッシュだからリフレッシュっていう、まあ、対義語じゃないですけどにもなりますし、あ、そういうこと。私の中ではルネッサンス復活ということで、まあ、メルミオもフレッシュでは卒業したけど R24 で復活しましたよっていう R24 でもありますし、まあ本当にいろんな意味があるので正解などないですし、あ、そうなんだ、うん、これって決まってはないんだね、まあ、そうなんです。でも私たちの中でもなんか私的にこう、うん、2期生だけでやるっていうのは、2期生って結構個性も強いし、うん、いろんな子がいるっていうので、うんうん、一つの意味に縛られずにいろんな意味を見つけ出せるようなユニットになったらいいなっていうのもあるので、一つに決めずに皆さんがこうじゃないかああじゃないかってこういろんなことを考えれるような、うん、ユニットになったらいいなって思います。
なるほど、うん、それを含めての R なんですね。そうですね、 R24 として、まあいろんなね楽しいことを共有できるような活動できたらいいなと思います、これからに期待なんですけれども、はい、そしてコント劇のねこともそうなんですよ。3月に再演しますので、まだチケットもね、買えると思うので、ぜひ気になる方は皆さん足を運んでいただきたいなと思うんですけど、うん、推しメンがいなくても楽しめるのがコント劇で、あー、そうなんです。内容が面白いんだ。内容というよりもなんか本当にみんな個性派ぞろいなので、うん、まあ、私は結構台本通りにやらないで有名なんですけど台本はでもあるんだよね、一応。一応台本あって、コント劇のリハは全部台本通りにちゃんとやるんですけど、うん、なぜか本番台本通りにやりたくなくなっちゃうんですよね。すごい破天荒。うん、なんかまあコント劇っていうのもありますし、うんうんうん、大人のカフェさんもすごくお優しい方で、スタッフさんもやっぱ、してるのね、そう、愛があるので、うんうん、普通の舞台じゃできないことがここではできるっていう。なるほど。うん、普通の舞台で、こんなにアドリブしてたら本当怒られるかクビになるぐらいなんですけど、うんうんうん、コント劇だからこそ出せるメンバーの素だったりとか、うんうん、メンバーも結構アドリブ入れてきてるので、うん、毎公演全然違うんですよ。あ、そうなんだ。別物で、はい。私もなんか一番アドリブ入れてるシーンが、飯野さんっていう大人のカフェさんのおじさん一人と、うん、まあ、私が二人でやってるコントが、うん、新人スナイパーで私がやってくるっていう設定なんですけど、それがスナイパーがやってきたのになぜか新人バイトみたいで突っ込みどころがある元気なスナイパーっていうのが私の設定なんですよ。ほうほう。だからいつもなんかそのバイトっぽく言う。例えばなんかボスのことを間違って店長って呼んでしまったりとか、うん、どういうこと？そういうことをしちゃう、ちょっとおちょこちょいな子なんですけど、うん、そう、台本では本当コンビニの店員みたいな、その新人バイト感ある台本なんですけど、うん、でも私はもう2日目からはメイド喫茶のメイドさんになってみたりとか、全然変わってる旅館のおかみになってみたりとか、おばあちゃんになったりお母さんになってみたりとか、もう本当に全然違う幅広いアドリブをしているので、そういうところを発見していただけたら、今日は何かなって楽しみができるよね、うん、していただけたらなって、そういうところが楽しいところかなと思います。見どころ、はい、こんなところだそうです。楽しみですね。はい、3月ということなので、3月で ぜひよろしくお願いします。続いて渡辺さん、ネームオレンジ色の太陽王ガッチョさんです。はい、まどかさん、メルちゃん、こんばんは。こんばんは。メルちゃんといえばライブの寸劇の脚本を務めるほどの小説やストーリー好きですよね。はい、僕も小説を時々読んでいて、うん、主にスポーツ小説や推理小説、あとは映画化やドラマ化されたものをよく読みます。なるほど。うん、そこでですが、メルちゃん、最近のおすすめ小説はありますか？また脚本を務めるなどのストーリー構成を考えるときに大切にしていることなど、メルちゃんではなく小説家田島メル先生のお話を聞かせてください。先生、あ、じゃあおすすめの小説からいきますか。そう、おすすめの小説なんですけど、うん、ここで言っちゃうともったいないなと思って、いや、ちょっと山田さん違うんですよ。ちょっと待って、ちょっと今の語弊がありますよ。そんなことないですよ。ちょっと失礼いたしました、すみません。言ってくださいよ。違うんですよ、今小説丸さんで、先ほども話したんですけど、うんうん、連載をさせていただいてまして、あ、毎月一冊おすすめの本を紹介させていただいてるんですよ。うん、それをぜひ読んでいただきたいな。あ、そちらの方で確認してほしい。ということで、ここで宣伝をさせていただきたいなと。すごいやり手です ね。ちょっと最初に語弊がありましたけども、いや、おすすめしたい本たくさんあるんですけども、まどかさんのね、F まどリスナーさんにもね、ぜひ見てほしい小説丸の連載の方を読んでいただきたいなという気持ちを込めまして、ここではシークレットという形。すごいじらすね。だって太陽ガッチョさん。なのでぜひね、小説丸の連載の方をね、チェックしてほしいですね。チェックしていただけたらいいなと思います。結構ガチのおすすめの本を書いているので、うん、じゃあストーリー構成考える、あ、じゃあ自分が書く側の時のコツとか。そうですね、でも寸劇書かせていただいたり、うん、この前の春コンの、うんうん、DVD の特典では、うん、ミックスはしたいとともにっていう、あ、それそう、ね、本当に書いたんです。そうなんですよ、小説を執筆させていただきまして、ね、それを特典でつけるっていうのをやらせていただいたんですけど、うん、構成を考えるとき、なんか私は結構最初に登場人物のキャラとか全部決めるとかじゃなくて、うん、あ、どんなこと書きたいかなと思って、その例えばミックスはしたいの
とともにの時はメンバー HKT の話書きたいなっていうところが始まって、うん、HKT か、じゃあ HKT 号がなんか何年後かに同窓会したら面白いなと思って、うん、そこから同窓会の話になって、うん、いろんなメンバーが何年後かにこういう姿になってるっていうのを妄想したやつ書いたらきっと面白いだろうなっていう、うん、こういう感じでどんどんなんだ芋づる方式じゃん、芋づる方式っていうのかな、あれ、うん、どん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 つなげていって、うんうん、構成考えていくって感じで、一回書いてみて読んでみて、あ、こことここの部分はこっちの方に切り替えた方がいいなとか、うん、あ、こっちの流れよりこっちの流れの方がいいなとか、ここをこんなに詳しく書かなくてもわかるかとか、もうすごい本当に小説家みたいな、すごい脚本家、考えてます、うん、すごい、なんか私ね、前回まどかの物語やったばっかりだから、ね、聞きましたよ、勉強になる先生、先生、いや先生、先生先生です、先生、先生、聞きましたよ、すごい展開でしたね、すごいよね、なんだろうな、あ、重い、重くはないけど結構荒れたんですよね、重いっていうか、なんかでも漫画になったら面白そうって思いました。ああ、漫画になったら面白そう、うん、そういう感想は今まであんまりなかったかもしれないですね。あのね、ツイッターとかもそうなんだけど、うん、メールとかでもなんかいくつかあったのは舞台化してほしいっていうのがちょこちょこあったんですよ。これをちょっとリアルにした方が面白いかもしれない。そうそうそう、リアルっぽく、もっとリアルに寄せたらどうだろうみたいな意見があったのはね、うん、確かにいくつかあったのは見てます。しかもなんか音とか結構ちゃんとしてってのがすごいなって思いました。そうなんですよ、ね、なんかあのドア閉める音とかさ、車の音とか、なんか結構、え、本当にドラマじゃないって思って、ドラマドラマドラマ本当すごいなって思って、本当のやつだったんですよ。そうそう、だからまあ僕たちが考えた分に関してはキャラクターを先に作って始めたのはありますね、うんうんうん、だから出演、登場人物のある程度のバックボーンとかそういったのを決めてからどんな話にするっていうのを展開するかみたいな、まあ、うんうん、初めにその物語のプロットみたいなものはある程度去年 の, その11月に決めてたので、うん、テーマみたいなの決まってたと、ざっくり、あ、なるほど、ね、ざっくり決まってたので、それにまあキャラクターをどういうふうなキャラクターを当てはめるかみたいなところで考えてたので、あ、でも寸劇の時はそんな感じでした。私も、あ、そうなんだ、うん、プロット、まあ、プロットあってみたいな、うん、プロットあってそっからどういうふうな展開するか、寸劇とかだったら毎回どっか同じにしてつなげていかなきゃとかあったんで、あ、そっか、そういう条件があるからか、うん、そう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 、そういう書き方もありましたね。でも本当になんかリアルに想像しながら聞くと面白かったんです。なんか文字だけじゃなくて、私は本当漫画、ピーちゃん漫画描いてほしいなって思うぐらい、なんか漫画の方がなんかアキちゃんのキャラクターとかがちょっとアニメじゃないけど漫画っぽい感じがすごいしたから、そう、漫画にして面白そうだなって思いまして、すごい楽しかったです、聞くのは。もうぜひあの台本書いてください。本当に、しかも台本も書きたいですけど、私演技したいです。そっちも、でもさ、全然ありですよね。だってなんかコント劇のメンバー多かったですよね。あら、あ、なんか、え、あれ、私にはオファーがなかったなって。一応今回コラボレーションしたのは劇団しものの皆さんだったので。あ、なるほどですね、劇団しものの皆さんはね、そう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 、お願いしたので、ね、なるほどですね。もちろんあの田島さんもね、初回に出ていただいてますから、うん、本当ですよね、そうそうそう、だって私ね、おぼろのね、そう、男役やってましたから、はい、あの時はね、男性役やらせていただいたんですけど、やりたいです、私もやりたいし出たいし、ぜひぜひぜひあの書いてください。全然書きますよ、オファーがあれば。じゃあ2019年はぜひよろしくお願いします、お願いします、はい、執筆させていただきたいと思います。はい、これからの展開に期待してください、はい、ということで F 窓では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールの送り先は hkt48@fmfukuoka.jp hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp、 郵便は郵便番号 810-8575 F 窓宛て。毎週いただいたメッセージの中から採用不採用に関わらず2名様に持っていたらとっても役に立ってとってもご利益がある番組会員証をお送りします。ぜひ一度番組ページをご覧ください。そしてツイッターに書き込む際はぜひハッシュタグ F 窓、綴りはハッシュ記号に続けてアルファベットの F ひらがなで窓です。ハッシュタグ F 窓をつけてツイートしてください。特に実況中の皆さんよろしくお願いいたします。おー、実況中、まだだだだだだだまだだだだだだだ、まどかな、まどかな、まどかな、HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどかな、田島メルがお送りしています。あ、すいません、のゲストの方入られます。あ、こちらにお願いします、マリママさん。あ、本日はよろしくお願いします。久しぶりです、マリママさん、入ります。寸劇
聞き始まった。森ママの聞いて差し上げてもよろしいですよ。滑舌が来ましたけど、どうした？滑舌絶好調ですね。絶好調ですね、はい。芸能生活40年の森ママが番組リスナーである渡辺さんのあなたの相談を聞いて差し上げるコーナーです。森ママよ。はい。いやもうありがとうございます。茶番が始まっちゃう。本当にもう、ね、久しぶりですよね。お久しぶりでね、ありがとうございます、うん、来ていただいて、ね、待ってたわよ。はい、それでは私が読ませていただいてもよろしいですか。お願いします。はい、じゃあ渡辺さんネーム21歳のおっさん、改め22歳のおっさんからさんからです。はい、さんが多くてさんさんから。はい、森ママこんばんは。相談です。はい、最近食欲が止まりません。外へラーメンを食べに行ったら最低でも替え玉を3回してしまいます。家にいるときはお腹が空いたと思ったら気づけば食べ物を口に入れてしまいます。普段運動する習慣がないのでこのままでは肥大化が進んでしまいます。さすがにまずいのでいつまでもスリムで美しい森ママ流の食欲を減らす方法や、食べても太らない方法などを教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします、ということで。おー、いいですか、この答えていただいて、この質問にいいですか。答えます。ありがとうございます。何のためこれ。何のためいいですかね。はい、はい、なんですよね、食欲を減らす方法は甘い飲み物を飲まない。水いいですね。自販機に目を背ける。いかない、はい、もうコンビニでもうお菓子のコーナー通らない、はい、もうお菓子に目をくれない、背ける。ちょっと日本語難しいよ。ちょっとさっきのだったね、はい、っこっちがしくっちゃう、はい、他にもね、あったかい飲み物とかね、スープとかだったらいいと思いますね。スープには目を向ける。スープ大事。水にも目を向ける。はい、お茶は向ける。あ、よかった、よかった。これはね、本当に大事ですね。まだちょっとなんか一気に痩せたりしません？うん、めっちゃ、あの変動めっちゃ激しいね。ね、なんか。から、よく自分でやってるイメージある。本当に。だからあんまり健康的じゃないけど、一日一食とかも。まあね。なんかね、本当に時と場合によるダイエットしなきゃいけないって、まあ撮影とかがありますもんね。そうですね。うん。22歳のおっさんもね、撮影とかがあればぜひやってほしいと思います。何のさ、自撮り？自撮り？今日は自撮りする日ってあるかもしれんや。 TikTok 撮っていただいて。 TikTok は漏れるから。誰か、はい、TikTok のあの補正を全部ゼロにする。もう生身のままでね。そう撮っていただいて、はい、毎日撮って、それでね、体重を管理するっていう方法、見た目管理するっていう。普通のカメラでいいよ。確かに頑張ってほしいですね。では頑張ってください、ということで、はい、森ママさんからのありがたいお言葉でした。はい、それではあのもう一つ読ませていただきたいと思います。はい、渡辺さんネームまどかちゃんからもらい泣き。はい、おしゃれ。はい、森ママさん聞いてください。はい、つい先日 HKT48 ホッピンゲートって何。海外のグループかな。ホッピン8 メンバー多数が任天堂スイッチやスマブラを買っているツイートが自分のタイムラインにすごく流れてきて、うん、貯金もあったのもあり、僕も欲しくなって任天堂スイッチ、スマブラ、ポケモン、レッツゴーピカチュウを買ってしまいました。買って遊ぶまではいいのですが、僕はもともとゲームが大好きなので、一度やると時間を忘れて何時間でもしてしまいます。うん、ちょっと待って。ホッピン8、ちょっと引きずってる。もう一個あるからね、ホッピン8気をつけて。そうそう、要注意ですよ。はい、ゲームは楽しいですが、このままだと。読みますね、もう。HKT48 の情報や他の情報を追いかけたり、ご飯を食べることも忘れてしまいそうなので、森ママさん、ゲームを楽しみながらきっぱり時間を決めてやめられる対策や方法を教えてください。はい、頑張った。お疲れ様でした。変なさ、沼に入っちゃったよね、これ。そう、あるよね、こういうの。森ママさん、いいですか、こちらの方は答えていただけます。まあ、ありがとうございます。はい、もう、はい、ね、しかないので、ありがとうございます。特別にきっぱりやめられる方法は、これはね、ちょっとあの受け売りになってしまうんですけど、あの充電をしない。私が言ったやつですね。そう、これめっちゃいいと思いました。でも、なんかゲーム機って充電しながらやっちゃうし、スマブラってもともとセットできるから、もう四六時中ずっと充電されるんですよ。
いやもうダメでしょだったら、うん、充電が切れてしまえばもう、うん、あできないなってなるじゃないですか。充電器はもう本当にもう持ち込まない持ち込まない持ち込まないでもうその100のままでやる、うん、それで終わるっていうのは笑い泣きさんが何歳かにもよりますよね。これがなんか若い子とかだったら、うん、なんかこれまでやったらやるとかさ、あ例えば勉強とかだったら勉強これまでやったらやるとかここまでやったらこれ必ずするとか決めれるけど、うん、もう大人だったらね自己管理よね厳しい寝るまま出てきちゃった寝るまま厳しいねもうあんた自己管理よそれはもう、まあ、そうだよね仕事でさ、うん、だってここまで仕事頑張ったりやるっていうのあんま聞かないもんね。そうよそれでねやってもいかんでしょいかんでしょ大人なら自己管理するべきだし、ま、だ大人だから逆に自由よねそれもね。そうそうそう、いっぱいやってもいいしね、権利と責任の問題になってきますよ。いっぱいやってもいいんだから人生楽しみなさい、うん、あんた本当。なんか逆転してるような、ね、気もしますけど本当ね。森ママありがとうね本当今日はメルママの方がちょっと強いですけど、ね、そうだ私結構毒舌でやってるから。あそうなんだ、うん、森ママは結構オブラートに包む、ね、ママかもしれないけど、うん、私は結構毒舌でやってるのね。そうそうそう毒舌で包むママかもしれない、ね、そうそうそう、ね、私は物事はっきり言うからちゃんと、はいうん、そういうママです。50年やってるからこっち50年なのちょっと待ってえ先輩ママ出てきちゃったよ、うん、先輩なんで初めて聞いたよ初めて聞いたしさ10回目で出してくるのやめて急に実はねそうそう今までちょっとほら崩れ落ちちゃったっていうディレクターさんも限界だよいやだって今までほらちょっと下っ端っていうかアシスタントっぽくちゃんとわざ、うん、わざと噛んでたんだからね今のも、うんうん、あポーティエトポテトもポテトもうんポテトそれはまた話が変わってくるわざとしてたんだからちょっとアシスタントっぽくこれが50年の力よ。さすがちょっとなんか見習わないとね。いやー面白かった。ありがとう。はい。ということで、うん、じゃあ解決したかな。うん解決よこれはもう。うん、じゃあ しっかり自意識を持って。そうよ、うん。頑張ってください。以上。メルママありがとうございました。逆転。メロンちゃんにメロメロ。渡辺さんネーム横浜のマドラ水谷右京さんからです。どうぞ。メロンもメロンジャールスパーカー作るぞみんな買ってね。いやん。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから森安まどかと田島メルがお送りしています。続いてはこちらのコーナーまどかのダジャレクラブ。イエーイ帰ってきた。そう久しぶりなんですよおかえり、うん、今年一発目ですよね。やったなーい私2代目 FM 福岡ダジャレクイーンの森安まどかとHKT48 のメンバーがひたすらダジャレを繰り出してダジャレを楽しむコーナーです。ひたすら。そうひたすら。ひたすらか。うん今日のゲストは大物デールみんな大好き東京モノレールバイピッカイアさんね。そんなさ目で見ないで違う間があったよ。違う違う。おーすごいなと思って尊敬の眼差しですよね、うん、ピッカイアさんに尊敬の眼差しで今見てました。すごい笑って違う見てたよって本当に今回はですね渡辺さんネーム OG リバーさんからお題をいただいています。はい1月なのでおめでたい七福神でダジャレというのはいかがでしょうか。ちょっと OG リバーさんカムバック、ね、ちょっとねちょっと呼び出しだよね今からちょっと廊下でお話ししようかって感じなんですけど。の七福神は恵比寿大黒天毘沙門天弁財天福禄寿寿老人布袋の7つの神様です。神様いじっちゃいけないと思うんだ私いやそれは確かに何も言えん。めちゃくちゃ難しくないですか。めちゃめちゃ難しい。そうでもない感じやっぱ師匠は。いやいや難しい。結構その今年最初にしてはだいぶハードル高いの来たなって思ってる、ねね、1月なのであの、ね、お正月らしいことでダジャレとかほらお餅でもちもちみたいなそうねもちろんお餅みたいな。もちろんお餅ダジャレじゃないけどって感じですとかねそんな感じですね。そんな感じとか ねありますよ、うん、王子リバーさん七福神のダジャレ難しいね本当に。あの、まあ、多分難しいでしょう。難しいですね、多分あれなので、うん
まあ、七福神っていうのは、まあ、おめでたい象徴ですから、うんうん、なんかここはちょっと、まあ、七福神になぞらえるわけじゃないんですけど、うん、こうおめでたいもので、うん、それこそさっきの餅じゃないですけど、うんうん、なんかこう門松とかしめ縄とか宝くじとかおみくじとか神社とかお寺とか、うん、もっと難しく感じてくるね。だからそういったこう、うん、ワードで言ったらどうでしょう、はい。まあ、もちろんこの七福神でできたら最高、まあ、神様をいじるのはあのバチ当たりかもしれませんけど、そうですね、なんかあったらいいですけど、うん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 、えこれ一柱って言うんですか。そうですそうです、あの神様の名前、神様の数え方は一柱って言うんですよ。弁財天柱ってことですか。いやいやあの違いますね、違います、あの一人二人とかじゃなくて一柱ってびっくりしちゃった。そんな弁財天柱さんっていう感じじゃないです。じゃあ3っていう3が柱になるわけではなくて、あの数え方ですね。そういうこと、はい、1枚2枚とかと同じじゃないですか。あ、そういうことか。そういう感じです。なるほどね、はい。あ、もうじゃあその弁財天は弁財天でいいです。そうです、弁財天は弁財天でいいです。はい、どうでしょう。あ、でも私できた、私もできた。え、すごい。ちょっと待って、絶対一緒な気がする。誰でやった。弁財天。え、違う違う。あ、じゃあ、はい、いいよいいよ。じゃあまたちゃんから、いきますね、うん。七福神でできました、すごい。いきます。恵比寿が言いました、俺恵比寿。恵比寿さんがエビだったんだ、実は。多分なんか回転寿司かなんか言ってたんでしょうね。なるほどね、そうそう、俺エビス。そうそうそう、あ、なるほど、あ、上手。お寿司、あ、そうな、もうちょっとね、アナザーストーリーが大事でしたね。ストーリーを大事にすればよかった。うん、ちゃんとなんかエビスは一皿目回転寿司何食べるの、俺エビス。あ、なるほど、なるほど、ね、そういうことを言いたかった。あ、なるほどね、これです。すごいすごい。じゃあこれ OK テイクでお願いします。 OK テイクです。じゃあ弁財天さんで、弁財天さんでいきますね。お願いします。弁財天が弁座を移転する。めちゃめちゃいじるやん。ちょっと弁座と、だってもう弁座移転なんだもん。だっていや、このね、弁財天でやるって言った時点で結構、うん、あの怪しい予感してた。そうでしょ、そうでしょ。だってもうそれしかね、思いつかなかったんです。いや、でもいい、うん、すごい、さすがですよ。このお題内でやれたっていうのがまた一つの成長かもしれない。固定とかもさ、法定とかできるじゃないですか。確かに、だから法定とかやりやすい、やりやすい、法定、ね、で意外と、うん、廊下にとか言ってたけど全然良かったかもしれないです。私たち、ね、頑張ったはい。ということで、もう大盛り上がりしたところで、うん、ね、そろそろ曲の方を紹介したいと思います。はい、HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から。送り先のメールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp、 hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp です。HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、森安窓かと田島メルがお送りしています。続いてはこちらのコーナー、 F 窓グルメ研究所。よいしょ。このコーナーは皆さんの日常の食卓にまつわる疑問やちょっとした工夫をはじめ、日本全国の食にまつわる風習などを HKT メンバーが聞いて、へぇっていうコーナーです。いや、ちょっと待って、ちょっと一緒に言おうと思って、一緒に言うんじゃないですかね。だって HKT フォーテートのメンバーが聞いて、へぇでしょ。一緒に言おうよ、なんで一人で言っちゃうのよ。だって一緒に言うコーナーじゃないよ。そうなんだ、一緒に言うかと思ってた。そんな、あ、そうでした、せーの、へーみたいなやつじゃないから。びっくりしちゃったよ。2人って書いてないでしょ、ここ。そうだったね、アドリブ入れちゃった。あ、まあ、メンバーが聞いてっていうことか、うん、メンバーが聞いてだったから、ね、呼ばれたと思っちゃった。かわいい。帰りますまだまだですよ、はい。ちょっとね、あの話しすぎてね、ちょっと内容盛りだくさんすぎるんで、今日はちょっと渡辺さんからの挑戦はね、あのお休みして、グルメ研究所に、ね、行こうと思います。喋りすぎました。いやもう取れ高バッチリですね。やったね。渡辺さんね、キャプテンさんからいただいています。キャプテン、
まどかちゃん、めるちゃん、こんばんは。こんばんは。めるちゃんは HKT の中でかなりの食いしん坊みたいですが、食べるの大好き。そんなめるちゃんが最近見つけたお店はありますか？まためるちゃん的におすすめの福岡の新作手土産はありますか？新作、福岡に行った時に参考にしたいと思います。私お土産の話しくと思って、新作なんだ。新作手土産だからか、もうね、新作はもう私が作るしかない。福岡ウォーカーみたいな感じに思われてる。福岡ウォーカーで、そう、お店手土産、喋る福岡ウォーカーで、そうです、動く福岡ウォーカーですから、動く喋る、うるさい、はい。ね、最近見つけたお店っていうか、うん、私まどちゃんとさ福岡空港で一緒にご飯食べたの覚えてますか？あ、覚えてる覚えてる。その時にさ超ギリギリで食べたよね。10分ぐらいで炊き込んだ、炊き込んだんですよ。あの担々麺と、うん、何だったっけ、あとチーズタッカルビ、そう、チーズタッカルビ食べたんですけど、それがすっごい美味しくって、美味しかった。 そこねホルモン鉄板焼きもあるんですけど、それもすっごい美味しいんですよ、うん、あ、そうなんだ。てかあそこ福岡空港のご飯まあ美味しい、美味しいし、うん、なんか本当にさリニューアルしてさ進化してましたよね。でさっき言ってたねラーメン屋さんもありますしね。そうそうそう、だからいろいろ充実してる、ね、本当に福岡空港のそのフードコートに行ってほしい、うん、だからいつもよりちょっと早めにさ空港にさ、ね、行ってご飯食べて飛行機で寝るっていう、うん、幸せなルートを、空の旅を楽しんでください。幸せな空の旅に行ってらっしゃい。はい、じゃあ、はい、新作手土産ありますか？新作手土産ありますか？逆になんだろうな、新作って言われるとちょっとハードルが上がる。あ、でもその福岡空港のところに、うん、あの明太子の専門店できたじゃないですか。分かんない、あるの？あるんですよ。でそこで出来たてのキッシュ食べれるんですけど、それめちゃくちゃ美味しかったです。明太子のキッシュとか、うん、まあ、お土産っていうか、お土産はそこで明太子とかね買っていただいて、あ、軽く、うん、おつまみ。新作手土産はキッシュで、いいですね。キッシュで決まり、新作手土産、はい。ところどころねちょっと変なテンションが出てきちゃいますけれども、で参考にしてくださったら嬉しいです、はい、キャプテンさんよろしくお願いします、はい。続いて渡辺さん、ね、村重推しのレッドコメッツさんです。レッドコメッツ、まどかちゃん、週替わりメンバーのめるちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。村重推しのレッドコメッツでございます。ありがとうございます。最近ではステーキ屋さんでも立ち食い店ができるなど、ね、広がりを見せている昨今ですが、うんうん、お二人は立ち食いのお店に行ったりしますか？アイドルはやっぱり入りづらいっていうのはあったりするんでしょうか？気になります、うんうん、以前九州ローカルのテレビではありますが、立ち食いのイタリアンのお店も紹介されてました。だってイタリアン、なかなかですよねってなってる。パスタを立って立ち食いは、あのイタリアンはもう座って食べたいよね、うん、立ち食い、私いきなりステーキも行ったことないんですよ。おー、ありますか？いきなりステーキはね、あ、でもテイクアウトしかないかも。ああ、HKT で結構流行っててっていうか、まあ、さしこちゃんが好きで、さしこちゃん好き、ね、そう、流行ってるみたいなとこあるんですけど、うん、いつも並んでません？結構ね、人気ありますよね、うん、人気だから行ったことなくて、うんうん、立ち食いってどうなんですかね。でも抵抗はなくない？うん、別にその行儀が悪いからいいやとかはないですけど、ないよね、別に。でもちょっと行くのに勇気はいらない？そうでもないのかな。何なんだろう。でも名古屋とかで、あのきしめんの、割と大きめな音と拍手してびっくりしちゃった。名古屋で、うん、あのきしめんの立ち食いのお店があって、うん、でそれでなっちゃんと一緒に行こうかって言ってたんですけど、うん、でもさ新幹線ってだいたいギリギリに着くじゃないですか。確かに移動時間そのギリギリにね、だいたいあのジャストで着くようになってるから、なかなか食べる時間がなくて、確かに。だからね、行ってみたいなって話しつつ行きれてないお店がいっぱいある。東京の空港にも立ち食い寿司ありません？ あるある。 あそこ行ったことある。あそこ行ったことあるよね。あるある、私たちあるじゃん。行ったことあるわ。行ったことあるわ、私たち。なんでそんな急におひげ様になっちゃうの？行ったことありますわ。そう、立ち食い寿司ってものをね、うん、初めてね行ったわよね、あの時ね。え、一緒だったっけ？一緒だったよ。あなた忘れたの？初めてのティータイム。ティーではない。ティーではないです。寿司です。まあ、その立ち食い事情こんな感じですかね。そうですね、うん、うん、でも本当全然抵抗はないですし、ね、女だからとかはないですね。ないない、アイドルだからっていうのもないんで、うん、アイドルだからとかないよ。あの開拓していきたいなと思っています、うん、行こう一緒に。行こう行こう、ね、ね、寿司に続いて、うん、いきなりステーキで、お、ティータイム楽しみたいと思います。いきなりティータイム。そういう曲ありそうですけどね。今日も素敵なラジオをありがとう。 Hey!
FM まどか、イエーイ森安まどかと田島メルがお送りしている HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどかな、あっという間にエンディングのお時間です。いやー寂しい、早いですね、早い、本当あっという間に感じる本当うん、まだまだメッセージの方を紹介していきます。渡辺さん、はい、ネーム野崎吉さんです。野崎吉さん、まどか様、メルちゃん、こんばんは。こんばんは。ちょっと待って、ちょっと待ってなんでまどかさんだけまどか様でさなんかいつも書いてくれるの、なんでまどちゃんだけ様つけて私はちゃんなの。じゃあもうどっちもさんにしよう、間を取ろう。どっちも呼び捨てでいいよじゃあ本当に怒らないかな。まどか、メル、こんばんは。いいじゃん、こっちよりちょっとかっこよくない。次読むの恥ずかしい。メル、1月7日19歳のお誕生日おめでとう。ありがとう。そして田島メルプロデュース、メルザウルスパーカー即日、いや5分で完売おめでとうございます。ありがとうございます。本当にすごいですよね。本当にありがたい。1月6日京セラドーム大阪での握手会で、まどかさんの例に並んでる時、違うでしょ、違うでしょまどかの例に並んでる時、メルザウルスパーカーを着たメルを見ました。至近距離で見るメルはとてもなんかラブレターみたいになっちゃう至近距離で見るメルはとても可愛かったです。ありがとうございます至近距離で見るメルはとても可愛かったですね。なんか言うんですかファンの皆さんの評価はどうでしたか。ファンの皆さん言ってないよ、ファンって言ってよ。ファンって聞こえた。ファンの皆さんの評価はどうでしたか。メルザウルスパーカーにまつわる裏話などあればお聞かせください。もう涙出てきた、面白くて面白い。こんなにさ、いつも自由ラジオすごいね、なっちゃん、うん、大変でしょ。いや、沖さんも大変ですよすごいと思ういつもこんな感じですかいつもこんな感じなんですよマネージャーさんも覗いてるんですけど、多分マドラーさんは多分あの慣れてないと思うので、うん、年もめるやばいみたいになってるかもしれないんですけど、そう、渡辺さんたち免疫は、うん、どうか脳をフル回転させ て, て, きてください。今日の終わりに脳をフル回転させて、うん、ボケ防止として聞いて失礼だからすいません、あのお言葉が滑りちょっと待って、最初からやり直しますね、じゃあ、はい、どうぞ。やっぱマドラーさんは全然私のこの速さとかノリにね、ちょっと慣れてないと思うので、うん、あの脳をフル回転させて頑張ってついてきていただいて、うん、やばいなと思うかもしれないんですけど、うん、うるさいなと思うかもしれないんですけど、うん、今日の終わりに楽しんで聞いていただけたら、はい、いいなと思う所存でございまする、ね、まするメルザウルスパーカーの裏話、はい、とファンの皆さんの評判どうでした、うん、って。でも本当にたくさんの方が買ってくださって、ね、私5分で完売するなんて思ってもいなくて、まあね、再販もさせていただいたんですけども、いや、たくさんの方がね、あのパーカーを着て並んでる姿を見るのが、うん、楽しみだなっていう今の気持ちはあるんですけど派手派手なの、うん、あれパーカー一番こだわったのが耳なんですけど、うん、耳を立たせるために3回ぐらいやり直していただいて、9月ぐらいから制作始めてるんですよ実は。そうなんだ、本当は、それ知らなかった。本当は年内発売予定だったんですけど、うん、まあ、それがあまりにもこだわりすぎて誕生日になったんですけど。でもちょうどよかったね。そうなんですよ、で最初もう本当にこれ武器になるんじゃないかなって言われたすっごいもうピーンとして太くってその次は、その次は寝すぎてた、その次はちっちゃくなりすぎてて、なんか熊さんみたいになってて、うん、で最後にあの形になっていい感じになったんですけど、ちょっといや本当に耳だけにこだわり抜いたパーカーでございました。うん、じゃあぜひね皆さんフードかぶってほしいですね。でも公演とかね見るときはあの、あ、ね、周りの方の、ね、視界を遮ってしまいますので、あのそちらの耳が邪魔みたいになっちゃうそちらの時はあの撮っていただいて、うん、握手会とか例年並ぶときとか、うん、あと、まあ、他のメンバーに行くときとか目印に目印にメルザルスパーカーを、うん、したら、あ、並んでるってあの見つけますので、はい、はい、そのためでもあるらしいぜひぜひ GPS と思ってつけてください、はい、怖いよぜひね、うん、着こなしてほしいですね、皆さんに着こなしてほしいです、続いて渡辺さんネーム逆さ帽子の翔太さんです、うん、ありがとう、ありがとうございます。まどかさん、メルちゃん、こんばんは。質問です、質問です、それぞれチーム H、チーム K4 のメンバーとしてリセット制服の公演に助っ人で出るとしたらどのユニットをやってみたいですか。
個人的にはまどかさんには逆転王子様、うん、メルちゃんには枯葉のステーションを見てみたいです、うん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 、ぜひ教えてくださいだって。何がやりたいですか。何がありますか逆に。リセットってリセット結構人気、コンサートで人気のやつが多くて、うん、制服レジスタンス、うん、心の端のそば、うん、逆転王子様、奇跡は間に合わない、うん、明日のためにキスを。おー、そんなやったことあるのはレジスタンスはやったことあるかな。ありますよね、うん、奇跡は間に合わない。やったことない。やったことない。見たい。あの帽子投げるやつ、ね、そう見たいわ見たいわらしいです逆転王子様ってすごい可愛いやつでしょ。そう。でも衣装すっごい可愛いよね。あれでも私いつもピンクでセンターさせていただいてるんですけど、うん、帽子が1キロぐらいあるんじゃないかってぐらい重たいんですよ。そうなんだ。本当頭皮剥げるんじゃないかなってそんな風に見えないそうなんですよ。そういう気持ちでいつもいや集中できないでそう。あ、すごい重いんだなと思いながら本当にすっごい重くて 2,3 回取れてるんですよ、うん、あ、そうなんだ。そう、この前はどんどんピンの数が増えていってて、この前20本つけました、うん、ピン。そんな、うん、メイクさん泣かせの衣装なんだ。そうなんです。でもそれだけ可愛いので、そうだね、それの姿まだちゃんみたい。私は枯葉のステーション歌ってみたいですね。絶対似合うと思う。あれかっこいいですね。綺麗だし。なんだろう、他にも。あ、でも万華鏡も見てみたいな。私万華鏡好き、うん、歌好き。なんか、なん、うん、衣装も似合いそうだし、うん、ほんと、うん、すごい。歌詞も似合う。やったことあるのは狼とプライドだけかな。メルミオ、うん、でやりました、うん、いいですね、結構夢が広がりますね。夢が広がりましたね。はい、という感じで今日たっぷりね話してきましたけど、いや本当にちょっと喋りすぎてしまったなって、ちょっと後々反省会なんですけどいや本当についてこれましたかね皆さんね。うん、バッチリやと思います。大丈夫ですか。うん、大丈夫。まどかはどうだった。いや、呼び捨てハマってるのちょっとなんか今年から呼び捨てで行こうかなって。まどかもね、最高だったよ、メル。本当？ありがとう。ありがとう。よかったわ。また呼んでくれる？もう、もちろん。本当？うん、もうすぐにでも来て。本当に？じゃあ明日行くわね。明日はないです。明日はないですか。はい。またね、11回目の登場楽しみにしてます。本当にすぐ呼んでください。はい。というわけで、F 窓では皆さんからのメッセージをお待ちしています。各コーナー宛てにもぜひメッセージを送ってください。はい。メールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp。HKT 数字の4と8 @fmfukuoka.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしてます。 HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから、おいた森安まどかと週替わりメンバーの田島メルでした。バイバーイ。またすぐ来るからね。